境内本堂平面図多方と長宝寺は、和歌山県海南市にある、天台宗の寺院。三号は、慶徳山。本尊は、釈迦如来。海山は、昭空である。三棟の国宝建築と奇襲藩主奇襲、徳川家歴代の墓所がある寺として知られている。寺伝によれば、平安時代中期の長宝2年、一条天皇の、 直眼により、縁人の弟子の昇空によって創建され、年号を取って、長宝寺と合したという。その後、肝心元年には七道伽藍と、シーン十二が某が完成していたという。創建寺は、現在地より、西方にあったが、鎌倉時代末期に現在地に移り、伽藍も整えられた。現存する、本堂、多方塔。 大門はやや時代が下って、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての建築であるが、中世に遡る仏教建築がまとまって残されている点で貴重である。戦国時代には衰退していたため、江戸時代に奇襲藩主となった浅野義長より五国の寄進を受けた。漢文六年、当地を訪れた奇州藩主、徳川頼信は、山に囲まれた溶害の地にある長宝寺を、 紀州徳川家の母大寺に定めた。漢文12年には二代藩主、徳川光津定によって500国を寄進されている。境内東斜面には、約1万坪にも及ぶ広大な藩主描書があり、より延以降の歴代藩主が眠っている。ただし、5代吉宗と13代、吉富の墓はそれぞれ東京の漢営寺と増上寺に、ある。宗派は、 当初、天台宗であったと思われるが、後に、高尚宗、さらに新言宗に改修し、紀州徳川家の菩提寺となってから、天台宗に服した。鎌倉時代南北朝時代建築の本堂、多方塔、大門の三棟が、国宝に指定されている。同地の歴史的な地名は、木の国天郡浜中草城村。長宝寺の塔中、吉祥院は、仁那寺が、松園領家である。 浜中層の聖務を委任されていたことから、浜中層がまとめた伝数目録などの文献の中には、王子の長方寺の仮覧の規模を考察する上での貴重な資料となる記載も多い。浜中層は、この長方寺を中心にして、平安時代末から室町時代にかけて栄えていた。ありがとうございます。